フィンランド陸軍の反応は本格的な反応は3種類の調理を同時にできる二金具が最初から付いている。この金具によってフライパンとしても使える円筒形の反応円筒形の反応を開けた状態反応はキャンプ、登山など野外における調理に使用する携帯用炊飯器、食器である。日本では主に屋外での炊飯に使われる。反応で炊飯することは 水産と表現する。甲の字は合わせ蓋のついた容器を意味する。英語ではメストーン。本来は兵士が野戦等の際に食料を入れて携行したり、食事の配給を受け取るのに用いる容器というのが主な用途であり、非常時には調理器具やバケツなどとしても用いられた。日本では急に本陸軍が野戦時の炊飯用として改良、利用したことで、 野外炊飯用として定着している。本体や蓋の素材は一般にアルミ製。日本で単に飯盒といえば、主にキドにー型と呼ばれる、曲がった、扁平な形をしたものを指し、兵式飯盒とも呼ばれる。急に本陸軍の兵士が装備した、ロゴ飯盒が、原型で、この他に、商工用が存在したため、兵士用の意味で、兵式の名がある。形状は他に、角形のもの。 楕円形のものなどがある。焚き火より、キャンプ用コンロによる使用が多くなった。最近の日本でのレジャー用には、円筒形のものが増えた。平式半号の独特の形状はヨーロッパなど、各国の軍用半号に見られる形で、日本でも、急に本陸軍、陸上自衛隊で、歴代採用されている。この形状が採用された理由としては、以下のような説がある。日本の半号は、 炊飯用に特化しており、標準的な平式飯栄は米4号滝で、本体に2号、4号で用いる水量の目安が刻印されている。本体の他に蓋と中ごで構成され、それぞれ食器や米の計量にも使用される。旧日本軍において飯栄の蓋部分を綿粉と呼んでいた。焚き火で加熱調理したり手に下げて持てるように、本体には鉄製の釣り手がつく。 釣り手は回転するだけのものと、蛍光時にはスライドさせてかさばらないようできるタイプもある。日本の半号の中にも、食器、弁当箱を、主要ととし釣り手がないものも存在した。外蓋に折りたたみ式で構成のハンドルが、月フライパンとして使えるタイプもあり、日本のレジャー用では、チロル式、スイス式と呼ばれる。日本の伝統的な平式半号では、 本体外側にベルトを縦に通すためのベルト同士の金具が付く。これは平紐やベルトで配納に縛り付ける際に用いられたが、今日そのような形で傾向されることはほぼないため、近年ではこの金具が省略された製品も少なくない。なお、このベルト同士に L 型の金具を引っ掛け、取り外し可能なハンドルとして使用することも可能である。は、 ヨーロッパ起源と思われるがその歴史は浅い。鉄をはじめとする、諸々の金属がその比重の高さゆえに傾向に適さず調理器具を携帯することが現実的でなかったためである。1886年にアルミニウムの量産が可能になったことで携帯を前提とする野外用の調理器具が現実的となった。世紀末から現在のスイス式と同様なものが ドイツで使われていた。また、1931年制定のドイツの軍装に、現在と同一のデザインのものを発見できる。また、西部先生以上なしで、主人公たちが食事を受け取る際に使用されているのを見ることができる。以下、主に日本の反合について説明する。日本には、明治維新の後、徳川義信が自宅にて反合にて炊飯を、 楽しんだという記録があることから、洋式軍隊と共に導入されたと思われる。繁栄導入以前の軽食は、干しや焼き味噌を傾向する戦国時代とほとんど変わらないものであった。急に本陸軍が繁栄を採用したのは日清戦争の頃とされる。ただし、この当時の繁栄は、漆塗りや放浪で食器としての機能しかなかった。 今日あるような調理機能を持つ飯盒が採用されるのは1890年のことで陸軍下方製造所が製造したものであるという。これが様式のデザインとなり、さらに米を炊くよう工夫された。平時の平営生活では炊事場で調理された食事を食堂で食べ、こんな手もご飯に味噌汁、漬物といった過程とあまり変わらないものであった。 反合による炊飯は、煙やヘッツイの数で敵に、部隊の配置や勢力を暴露する危険があり、野戦の、しかも不可避な場合に限られた。戦場での野戦給食は、大体単位で後方の野戦水具で調理した食事を、霊下の各部隊に配給するのが基本で、各兵士は配給された料理を反合で受け取った。また、蛍光食として、握り飯等が配給されることもあった。 このような補給が受けられない場合のみ、前線で半盒で炊飯したのである。当時から、平式半盒は通常4号滝で、ヨーロッパ各国の軍用半盒より容量が大きい。これは、当時の日本兵は肉抜きで、米の飯だけを1食2号が標準であり、2食分を一度に炊けるようにしたためである。今日レジャー用の半盒も多くが4号滝であるが、これはその名残である。 明治期昭和初期の兵式繁号は今日のものよりやや小さかった。その後太平洋戦争終結までは主にロゴ繁号と呼ばれる今日のレジャー用兵式繁号とほぼ同じ形状のものが採用された。繁号水産には複数の兵士で行う組水産と兵士が括弧に行う括弧水産とがあった。組水産の場合は複数の繁号を セットで持ち一部で炊飯し残りで副食物を調理した。カッコ水産では米を炊く際に中豚へ副食物を入れて炊飯と同時に調理する方法が取られた。カッコ水産では副食物の火加減が不可能でまずくなることが避けられず陸軍の調理マニュアルの軍隊調理法においては1個の半合で炊飯と副食物の同時調理を行うことは やむを得ない場合を除き避け、なるべく複数の飯盒で、組水産を行うよう指示している。兵士が糧食を傾向する場合、通常は補丁に入れて排能に入れるが、飯盒に生米を入れて傾向する場合もあった。1932年に採用された92式、飯盒は一見平式飯盒のようだが、独特の二重構造を持つ。うち、甲と外孔の入れ子式になっており、 両方を用いると一度に最大8号の米が炊け、または飯4号と味噌汁を同時に調理することもできるようになった。それまでの4号炊きの半号では1日3食6号の調理に少なくとも2回の水産が必要だったが、92式半号では一度に水産可能になった。ただし、一般的な平式半号に比べ構造が複雑で煩雑になるなどの欠点から、 間もなく、前述のロゴを半号に置き換えられた。太平洋戦争末期の1944年には、金属類の不足と生産工程簡略化のために、半号から中豚が省略され、鋳物で作られるようになった。終戦後は、福音兵たちが持ち帰った半号が、物資不足の日常生活の中で活用されたようで、ある。軍用としては、現在でも半号は、 欧州やロシアなど各国で軍装備品の中に採用されている。しかし、焚き木が必要であることやレーションの進化により、アメリカ軍では取っ手のついたフライパンになる皿とナイフ、フォークコッヘルのメスキットから反合は除かれた。陸上自衛隊では戦後はロゴ反合と同様の構造の反合を長年使用したが、ほとんど炊飯には用いず、食器としての用途が主となった。 現在ではより食器としての利便性を優先し、高さが低く容量の小さな、戦闘ゴ後2型と呼ばれるものに変わっている。飯後本体や蓋にビニール袋をかぶせてその上から食事を盛り付けることがあり、その場合には、喫食後にビニール袋だけを捨てれば良いため、洗浄の手間を省くことができる。また、登山においても調理用ストーブが普及し、 登山中の焚き火はほとんど行われなくなったこと、平式繁号の形状が、ストーブでの使用に向かないこと、使いやすく、収納効率の良いクッカー類が普及したこと、レトルト食品やフリーズドライ食品が発達したことなどにより、使われることは、ほぼなくなっている。またキャンプ向けにライスクッカーと呼ばれる、炊飯専用の鍋が登場したことで、需要は多様化している。とはいえ、 現代においても、キャンプや小中学校の林間学校などでは、飯濃水産は定番行事である。また、炊飯以外では、平式飯濃の独特の形状が、カレーやご飯のレトルトパックを温めたり、四角く成形されたインスタントラーメンを調理するのに向いている。また深さがあるためパスタ、そうめんなどの麺類を茹でるのにも向く。その独特のデザインや、 雰囲気も含めて、半号の需要は現在でも少なくなく、ホームセンターやアウトドア用品店で依然、販売されている。また、一般的な半号や、ライスクッカーは、容量が大きく単独業には向かないため、もともと、ハンドル付き食器である、トランギア社製、角型メスティンが、日本では、カズト用半号として使われている場合もある。ただしこれは、 日本独特の使い方で外国では、湯煎以外ではほとんど調理には使われない。なお、本来の使用目的からは大きく外れるものの、平式半号を裁縫道具入れとして使用する例などもある。研いだ米と水を入れて、中蓋は入れずに蓋をして火にかける。という方法が初心者向けで書かれているが、実はこの中蓋は軽量カップでもあり、食器でもあり、 スープなど一度の調理で食べ物を温める、ふかすなどということができる便利な調理器でもあり、そして、高地、低地のキャンプでも中の気圧力を加えふっくら米を炊くことができる便利な器である。キャンプで強火、直火で使うときにはアルミの形を変形させにくい、また、よく炊飯時に起こる吹き出しによって、蓋が取れないといった事故を防ぐという大切な役目もある。 移動時にはハンゴを補強し、比較的柔らかいアルミでできたハンゴ全体型を保つ、ハンゴ自体の寿命を伸ばすという大事な目的を兼ねている。蓋には木の枝や棒等を,を当てて、振動がなくなった時をもって炊き上がりとする。ハンゴを上下逆さまにして数分間蒸らした後に食べる。逆さまにせずとも出来上がりに対した違いはないが、 その方が内側にできた焦げが蒸されるので後で落としやすくなる。逆さまにしている時に草などで底面の汚れを拭き取っておくと後で洗う際に楽になる。蒸気が逃げにくいよう大量な吹きこぼれなどといった問題を防ぐために蓋の上に重しをすることがある。高地で炊く場合は気圧の関係で沸点が下がり低地で炊く場合よりも温度が上がらずうまく炊けないことがあるので 中蓋を入れて圧力を上げる。なお、火にかける前に水で溶いた重曹、水で溶かした泥などを半号の外側に塗布しておくと、火にかけた際に半号の周りに付着するすすが落としやすくなる。これは火にかけて使用する道具にも共通して利用できる方法である。 国立国会図書館レファレンス共同データベース http コロンスラッシュスラッシュ c r d n d l g o j p スラッシュレファレンススラッシュ modules スラッシュ d 3 n d l c r d n d r 1スラッシュインデックスと php ページイコールレフビュー &id イコール10億3475ありがとうございます